俺は1年の時に全国に連れて行ってもらった。夏と冬に。今年お前たちを全国に連れて行くのは俺たち3年の責任だ。決勝だ。あと一つ勝てば全国だ。迷ったら判断は任せる。誰かのためなんて思わなくていい。自分の利益のために動いてくれ。それがチームのためになると信じている。俺の哲学だ。全責任は俺が持つ。好きにやれ。全責任君した。さあ誰にパスを出す。俺は今高揚している。人生で最強の敵を目の前にして一人で突っ込む気だ。わざと膝に当てて9番。いきなり柵をぶち抜いたぞ。まずい。たまんないな。人の心の折れる音を聞くのは。こいつネジ一本完全に飛んでやがる。君下先輩頑張れ。早く戻れ抜け柵。お前の声が届くとこまですぐ押し上げてやる。逆襲の時間だ。オーバーヘッド。なんだ今日のこいつの強さは。間違えるな塚本。努力は決して裏切らない。お前は正しい。そのまま進めばいい。作法の核であるインドを止めれば一気に流れは成績に傾く。俺は一対一マスターカオルちゃんと呼ばれていた。とんでもねえ。全て格が違う。ゴール前ワンツーで抜けた。だけど俺は絶対に俺に風間が顔面ブロックだと。マジ鼻血が止まらねえっす。俺たちは勝つ。それだけだ。点を取る奴が偉い、強い、かっこいい。そう信じてきた。だが誰かのために必死で走る、そういうヒーローもいる。体が動かねえ。体力がもう空っぽだ。あとは頼んだぜ塚本。17番入ります。さあ始めよう。ここからまた繋がっていけるように、無限の第一歩踏み出して、今は信じ抜いてこう。君の世界でずっと君を待っていたんだよ。いつでもどんなファンにでもなれるというのに、ただただポケットさ待ったままでいいの。いつかの後悔だって君を待っているんだよ。未来の延長線で夢に変えてくれんの。今までの僕らを救いに行くよ。もういいかい、君の合図から配置について、もういいよ、進めいざ参ろうとする。どうしよう、始まりに遅い早いもないよ。素晴らしい今日からまた始まっていくんだろう。つまんだ鉄砲手で輪になれ、もう無敵なんだ。そうすればまた心から泣き出しそうになってて。
恋をしよう。ナイスファイト大島、よく頑張った。成績魂見せてもらったぞ。キッチン、誰だあの17番。残り20分、同点で送り出すのか。よほどの選手なんじゃ。落ち着いてさゆり、出てきたか。頑張らなきゃ。えっ、あっちゃん、スクちゃん、しょっぱなからやらかした。紐が結べてなかった。なんだダッサー。水玉爆笑どうして手洗いて。つかもっとといいぞ。ナイスつかみだ、つくしい。お前らしい登場の演出だ。いや風間くん、これは演出じゃなくて。そんなに笑わないでよ。これが厄介だ。あいつが入ると成績の雰囲気がなぜか明るくなる。誰かパンツの紐結んであげて。17番、ちっちゃくて早くしなさい。すみません。子供か。そこで笑う。すみませんでした。手と足が揃っちゃってるよ。薄井先輩。おい、成績が引いてきた。ここで作戦変更か。そろそろ体力も限界だろうからな。カウンター狙いということか。ってことは僕にボールが来るチャンス。彼、分かってる。ボールさえ自由に持てればこっちのもんだ。あのさ、あんたを自由にさせるわけないっしょ。またあの子だ、風間くん。また風間のマンマーク。マジか。前半あんなにやられた相手に何か策があるのか。懲りないな。前半で明らかに俺の方が上だと示したはずだが。さあここからはどうですかね。お前じゃ無理だ。一人ならな。の、変われ。塚本がボールを取った。なんで塚本があそこに。わかんねえよ。君下先輩。この野郎、わざと塚本のいる方に抜かせやがったな。確かに現状あんたの方が上だよ。だけど二人なら超えられる。鼻から二人がかりだったか。カウンターだ。すげえ成績、大チャンスだ。恐れんな。大丈夫だ。人数は足りている。それはどうかな。おい、離すな。行け。どっちだ、直接来るか。風間と17番、この局面でボールを託せるのは17番じゃない、風間だ。信じろ。9番、お前ならできる。フリーになる理想の形。マルガミが止めた。嘘だろ。つく
すげえぞ。ナルカミを恐るべし。いいぞナルカミ。スーパーナルカミ。ありがとよ。やっとボール来た。島。よく戻ったな、ナルカミ。入ったかと思ったよ。あの17番、千載一遇の大チャンスを潰しちまったな。あ、シュートはお粗末だけど、走り出しとトラップは素晴らしかったよ。でももうあんなチャンスは来ないと思うけど。え？あ、近藤君、17番はサッカー始めて3ヶ月らしいよ。だろうな。さっきは危なかったが、あいつ個人にはセンスのかけらも感じねえ。でも彼は東京の頂点を決める戦いのピッチに立っている。成績の重要なファクターの一つとして。これだからサッカーは面白いよね。決着をつけてくれや。なんか似てるな、あの二人。ナイスエースイドアル先輩。おぶねえか、一発だ。いや、まだだ。俺もブロック。サッポが勝負を決めに来たぞ。気持ちで負けるな。絶対守りきれ。せーすぎ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 。一転して大ピンチ。でもここさえしのげればまたチャンスは来る。ボールを奪ってカウンターが理想。作高のキーマンであるインドは自由にボールを持てる状況じゃない。鳴神とのホットラインは確実に抑えてある。成績は思い切ったな。ゴール前で引導と鳴神を徹底マークか。ここまで引かれると作攻も簡単には崩せないな。作攻は攻め方を考え直せ。ロングボールを放り込め。分かってないな、どの人も。カオルはね、一か八かのロングパスなんて狙わないよ。1対1の同点で残り10分、こういう局面で出すパスは絶対。ゴールに直結するラストパス。重要なのはインドにパスを出させないことだ。特に鳴神へのパスはやべえ。他のやつのパスやインド自身のシュートはそこまで怖くはない。そもそもこの密集地帯だ。シュートコースもパスコースもありはしねえ。あとは鳴神を離さなければいい。警戒すべきは二人の間に何らかの合図があった時。走ったぞ。おい、なんだ、何のサインも出てないはずだ。そうだ、見えてない。二人の間には何のコンタクトもなかった。鳴神め、破れかぶれて走り出したな。ただ僕は信じてゴールへ走ればいい。これまでそうだったように、これからもずっと。どこにいても、目を閉じても、呼吸をやめても、カオルから必ずボールは来るか。で、どっちも相手を見てなかったよな。あんなの防げねえよ。残り5分。つくちゃん。終わりか。成績はよくやったよ。ああ、いい戦いだった。ナイス。やっ、
どうだ、見たか。僕の相棒はこんなにすごい。この地球で一番強く、太く、固い絆で僕たちはつながっている。僕たちは負けないよ。成績すみません、どいてください。ああ、すぐさまリスタートってか。成績はまだ勝つ気だぜ。せや、入った。何ぞ、薄い先輩。最後油断したな。鳴神を離すなって作戦だったろ。ぎっ、そもそも守りに徹するなんて作戦が失敗だ。作戦のせいじゃない、実行する人間の問題だ。僕は皆さん大変よくやってらっしゃったと思います。何様だお前は。いいじゃねえすか、シンプルで。これでも必死に攻める以外に策はないでしょう。ほら、あちらさんも笑ってる。やっぱ面白いな、お前らは。もう一点取って息の根止めてやる。残り5分、全力で攻める。死ぬ気で守れ、作攻。残り5分、1点差か。もう時間がない。成績はリスクを冒してでも攻めるしかないだろう。厳しいな。つくし、ゴール前でボールが来たら迷わず蹴れ。分かったな。つくし、聞いてるか。あ、ごめん、昔飼ってた猫のことを思い出してた。なんでこのタイミングで。大丈夫かよつくし、熱あるんじゃね。いや、これには深い理由があって。僕がその5歳の時の話なんですけど、いいわその話は。ごめんなさい。試合が終わったら祝勝会でゆっくり聞かせてくれ。うん。残り5分、1対2、なんとか1点取って追いつかなきゃ。そこから逆転だ、風間くん。ボールを奪え。もう1点取るぞ。来てくれた方が攻めやすい。なんで、もうずっと走ってるのにまだまだ作光さん元気。スカウト、風間のフォロー。しまった。こいつまだキレが半端ねえ。すごい。何してんだスクシ、置いてくぜ。やっぱりこの人はいつでも頼もしい。スカウト、みんな、まだ時間はある。ワンチャン来るぞ。ニトベ君、下向くな。クルス君、さっきのは良かった。もう一度だ。笠原先輩、みんなが一緒に戦ってくれてる。全然気づかないぞ。途中から入った僕はせめて誰よりも走らなきゃ。大島先輩は成績のために身を削って走り切った。君下先輩はこんな僕を信じてパスを出してくれた。水木キャプテンは危機迫るプレーで教えてくれた。僕の進む道は間違ってないって。そして僕の隣にはいつも支えてくれる仲間がいる。風間くん、つくせ、塚本を潰せ。止まるな。足がもつれて、心臓の音が耳に近い。いつ息を吸っていつ吐けばいいかもわからない。でも、アドバンテージ。うわー、よくやった掴むぞ。ナイス、風間に繋がった。はしゃぎすぎだ。あ、いいのか。水木だ、完成。よし、キャプテン、させるか。
りだ。ゴール前固めろ。しまった戦闘を打たせるな。動いたな。パス絶好機。5歳の時、懐いていた猫はある日突然いなくなった。いつも一緒だったんだ。猫は死ぬ時、一人で死ぬらしいよって父さんは言ってた。名前なんて言ったっけ。父さんが交通事故で死んだのはそれから間もなくだった。人生ってそういうものだと思ってた。けど、もしかしたら、日々を生きるということは、失うものを数えていくことではなくて、それ以上に、大切なものを増やしていくことだって思うんだ。捕まるぞ！完全にドフリー！それを教えてくれた人たちがいる。大切な仲間たちと、大好きなサッカー、この輝くような日々を明日につなげるため、今日ここで勝つんだ。久しぶり。来てくれると思ったよ。塚本君にも声をかけたんだけど、ちょっと無理ですって。え、失恋。そうか、先週